グリムスビ9スループは、イギリス海軍のスループの環球。ロンドン海軍軍縮会議を受けて、海軍本部の戦術課長は、戦乱護衛にあたる駆逐艦について、比較的制約が緩いスループによって代替することを構想した。フラワー級スループを端緒として、すでに第一次世界大戦時より、戦乱護衛艦としてのスループの整備が進められていたが、これらは、戦乱護衛とともに、 大気雷戦も重視した設計となっていた。当初、新型スループもこれらと同様に、先団護衛と大気雷戦を兼任する予定であったが、1931年5月、第3海軍協が主催する会議において、スループと総海艇とは分けて整備していく方針が決定された。この方針転換を受けて、1931年度計画では、 スループ2隻と総海底2隻が建造されることになった。このスループが本級である。なお総海底として建造されたのがハルシオン級であった。爆量要求事項は1931年6月8日に提示され、1931年12月には造館局長による外略設計が作成された。これを修正した。 設計案は1932年1月14日に海軍本部委員会で認可された。1933.4年度計画では対戦スループが建造される計画だったが設計が未完成であったため本級の建造が続行された。基本設計はショアハム級をもとに船体幅を広げ喫水を浅くしたものとなっている。ボイラーは アドミラルティ式参道型水管ボイラー、タービンはパーソンズ式オールギアードタービンと機関構成はショアハム級に準じているが発電機の配置容量の変更により機関部区拡張は短縮された。また、平時の領海警備任務に際して外交官などの便乗を想定し上甲板レベルには用人用の船室が設けられた。従来のスループは 艦砲として4インチ砲を搭載してきたのに対し、本級では仮想巡洋艦との交戦を想定して、同世代の駆逐艦と同じ45口径1 2トル単装砲が採用された。またこの砲は原則的に弊社砲であったことから、対空兵器として45口径7 6トル広角砲も搭載された。また、 近接防空用として、ルイスケーキ艦銃も搭載されたが、これは、平時の海上治安活動での使用も想定されていた。その後、1934年には、戦乱への軽空脅威の深刻化が認識された、ことから、防空火力の強化が施行されることとなった。まず、アバーディーンとフリートウッドが試験艦として選ばれたものの、アバーディーンは、前任艦の老朽化を受けて、 収益を急ぐことになり、試験艦から外された。フリートウッドでは45口径1 0 2トル広角砲を連装2機搭載した。またその後、その他の艦でも防空力強化が図られており、アバーディーン、スワン、ヤラは45口径1 0 2トル広角砲3機を、また、パラマッタ、ワレー語では45口径1 0 2トル広格砲を、 連装一基単装一基を搭載した。1939年には、グリームスビー、ロンドンデリー、ロストフトは4.7インチ砲、3インチ砲を45、合計10.2センチメートル広角砲4基に換装し、1944年には、スワンでも同様の回収が行われた。またその他の艦でも3インチ砲は撤去され、20ミリメートル、機重6基に換装された。 上記の通り、大気雷線は、要求事項に含まれていなかったが、総改定としても使えるように設計されており、その場合は、後部4.7インチ砲を撤去して、喫水をさらに浅くする計画であった。また、船団護衛にあたる場合は、総海軍の溶行用クレーンを撤去して、爆雷投射機を搭載することになっていた。なお、爆雷の搭載数は当初は15発であったのに対し、 英館では90発、交換でも40発に増強された。ありがとうございます。